岡田和親、今も、燃える闘魂は受け継がれている、自分の色に変えた、闘魂を。燃える闘魂、アントニオ猪木、馬鹿になれ、とことん馬鹿になれ、という名言を残したように、とにかく熱く、破天荒な人生を送り、2022年10月1日、惜しまれつつもこの世を去った。そんな猪木さんが創立した新日本プロレス50周年を記念して制作されたドキュメンタリー映画、アントニオ猪木を探して、が全国公開を迎える。現在の新日本プロレスを引っ張り、本作にも出演しているプロレスラーの岡田和親が、猪木さんへの思いや、プロレス界の未来について語った。写真、橋本マナミ、アントニオ猪木らがレッドカーペットに登場。新日本の道場にある猪木パネルに挨拶する理由。岡田さんにとって、アントニオ猪木さんはどんな存在ですか？岡田和親、いろいろな思いがありますが、新日本プロレス以下、新日本を旗揚げされた方で、大先輩でもあり、超えたい相手でもあり。新日本の OB の方々に会って話を聞くと、やっぱり猪木さんがいたからこそ、プロレスラーになった方もたくさんいますし、神様なのかなと思います。道場に飾ってある猪木さんのパネルに挨拶していたのも、そんな思いからだったからなのですか？岡田和親、それはどうなんでしょうね、わら。僕は新日本でデビューしたのではなく、他の団体から移籍してきて、当時すでに猪木さんは新日本から離れていましたし、崇めるというよりは、お願いします、ありがとうございます、みたいな感じですかね。劇中では、道場のパネルが外され、またパネルが戻る経緯が書かれていますね。岡田和親、先日道場に行って、外されていたパネルがまた飾られているのを見て、ビシッとしないとダメだなと感じました。猪木さんに見られていると思うと、なんかヘラヘラできないなというのはあります。映画の中で、もし岡田さんと猪木さんが戦ったら、というお話がありましたが、岡田和親、最初にその話をされた時は、全然想像できなかったんです。でもちょっと想像してみたら、どんどんいろいろなことがイメージできて、めちゃめちゃ自分の中で盛り上がったんです。わら。出来上がった映画を見ても、あのインタビューの時の僕の顔、すごく楽しそうでしたよね。あのシーンが一番好きです。アントニオ猪木の魅力は、表情。現役のプロレスラーとして、猪木さんのすごいところってどんなところですか？岡田和親、表情ですかね。正直、受け身や細かいテクニックなどは、今の方がすごいと思うんです。でも、ロープに振られる時の猪木さんの顔とか、本当に引きつけられる。あとは攻めている時だけでなく、やられている時の顔もいい。晩年に対戦したビッグバンベイダーとの試合でも、すごく辛そうな顔をしているのですが、それがたまらないんですよね。お客さんを虜にするという意味で、誰も真似できない気がします。どうやったらあんな表情が出るのですかね？岡田和親、やっぱりブラジルに行った経験や、ジャイアントババさんと比べられて悔しい思いをした、など、ハングリー精神が、猪木さんを作り上げているのかなと思います。猪木さんは、燃える闘魂、と言われていましたが、令和の時代にも、闘魂、は必要な要素でしょうか。岡田和親、そうですね。そのソウルは猪木さんから代々、新日本のプロレスラーは受け継いできたと思います。ただ、燃える闘魂は猪木さんの専売特許、みんな自分の色に変えて、自分なりの闘魂にしていますよね。僕だったら、レインメーカーというものに変えて出していると思います。
みんながみんな猪木さんの真似をしても面白くないし、みんながアントニオ猪木になってもしょうがない。自分を持ったプロレスラーがたくさんいるので、また新しい新日本プロレスの楽しさがあると思います。東京ドームを超満員に、それができたらプロレス人気が復興したと言えると思う。岡田さんは子供の頃、どんなプロレスラーに憧れていたのですか？岡田和親、具体的な存在はいないんですよね。もともとはプロレスゲームをきっかけに好きになったので。そこから夜中にやっているプロレス中継を見るようになったのですが、ジュニアヘビー級の空中殺法のようなスピード感のある試合に憧れていました。こんなこと言っていいのかわからないのですが、猪木さんや藤浪、辰巳さんの全盛期のスタイルのプロレスを最初に見ていたら、面白いと思わなかったかもしれません。笑。メキシコに渡るなど、数々の経験を積んできていますが、プロレスラーとしてターニングポイントになった出来事は何ですか？岡田和親、やっぱり新日本に入ったことじゃないですかね。僕はメキシコにいたので、ルチャリブレ、メキシカンスタイルのプロレスに馴染みがあったのですが、メキシコで学んだことをリセットして、ゼロから吸収したことが良かった。天山、広吉、さんや永田、広志、さんなど、猪木さんに近かった世代の方たちのプロレスを見て戦って、リング上で戦う時の気持ちを学んだような気がします。岡田さんはとても格好いいですが、若い人たちにプロレスの魅力を知ってもらうためには、そういう部分も大切ですよね。岡田和親、そうですね。僕が新日本に入った時、スタイリッシュなプロレスラーが少なかったんですよね。これじゃあ子供たちは憧れないだろうなと、映画に登場する猪木さんは、スクリーンに映っただけでも格好いいですよね。それはとても重要だと思います。今は格好いいプロレスラーが増えていますが、そこは意識してやってきたし、これからも大事にしていきたいです。岡田さんは現在35歳ですが、もっともっとプロレス界を盛り上げていこうという思いは強いですか？岡田和親、10年ぐらい前に初めてチャンピオンになってから、だんだんそういう自覚は出てきました。特に、30変わって一番レスラーとして油が乗っている時期だと思うので、僕ら世代で東京ドームを超満員にしたいです。やはり東京ドームを超満員したという思いは大きいですか？岡田和親、やっぱりそこまでいかないと、プロレスが盛り上がってきたと思ってもらえない。どの世代も自分たちが一番すごいという思いでプロレスをやっているだろうし、僕らもそういう思いです。でも、猪木さんの時代は、東京ドームを超満員にできた。その意味では明確に負けている。今の時代でもそれができて初めてプロレス人気が復興したと言えるんじゃないかと思うので、常に目指してリングに立ちたいです。超満員の東京ドームのメインイベントで岡田さんが戦うなら誰と？岡田和親、どうなんでしょうね。その頃には棚橋さんは引退していると思うし、でも誰でもいいです。別に僕がメインイベントじゃなくてもいいですし。まあ、僕がメインイベントじゃなければ、東京ドーム超満員は不可能だと思いますけど、非常に厳しい世界ですが、常に戦いに挑むモチベーションは？岡田和親、お客さんが楽しんで帰っていく姿を見るのが一番のモチベーションです。でも実際、プロレスって勝っても負けてもすぐ翌日試合があったりするんですよ。だからどんどん切り替えないとやっていけないんですよね。リフレッシュするためにしていることは？岡田和親、ゲームと釣りですね。お酒は飲まれないのですか？
岡田和親、誘われれば行きますが、飲みに行くなら、家でゲームしている方が気分転換になりますね。今っぽいですね、わら。いろいろな物語があるのがプロレス。プロレスには様々な団体がありますが、岡田さんにとって理想の団体は？岡田和親、すごくたくさん給料をくれるところでしょうかわら。プロレスラーって実際、何歳ぐらいまで現役でいられるものなのでしょうか？岡田和親、シングルマッチでバリバリやるなら、やっぱり40前後ぐらいまでがベストなのかなと。リングに立つだけなら長くできると思います。例えばタッグマッチで若い選手と組んでポイントで戦うこともできますし、僕は長州力さんとタッグを組んでいましたが、ほとんど僕が出ていましたし、ただそこもプロレスの面白さなんですよね。必殺技が決まらなくても、急所攻撃して丸め込んでも、スリーカウントで勝ちですからね。試合結果よりもそこに至るまでの流れが大事な場面もある。いろいろな物語があるのがプロレス。新日本も51年間続いているわけですからね。そんな新日本の歴史が今回の映画になっているんですもんね。岡田和親、僕はこの作品を見て元気をもらえました。猪木さんの発するメッセージって本当にパワーになるんです。プロレスを好きな人は同じ気持ちになると思うし、知らない人にはこの映画を通してプロレスに興味を持っていただけたら嬉しいですね。